どうもー、なおっちです。タオルケットをもう一度夜の海でお月様を釣る、その9続きの方やっていきましょう。実況感覚がまた空いちゃったんですが、前回はまあいろいろあったねっていうのが本当に簡単でわかりやすいかなって思うんだけど、ロッペンチとオムコさんだったかなのエピソード、まあ見覚えのあるあの猫だったんだけど、それだったり、あとは、なんだっけあれ、ポンペちゃん、DJ ポンペちゃんとかね、あとは、ニャニャモ様がね、暴れたりという回でございました。あとはね、ここになっていよいよ戦闘が入ってきたというわけでございますな。あとね、一つね、部屋が暑くって、今扇風機回してるんだけど、もしかしたらね、少し音が聞こえちゃうかもしれない。俺の部屋クーラーないからね、扇風機回しとかないと。さっきね、部屋の温度が33度っていうね、もう異常なっていうのかな。まあ暑いっていう。だから扇風機の音が入っちゃったら、ごめんなさい。というわけで、続きやっていきましょう。何すんだっけ？あれ、次の日にもう行くんだっけ？ああ、水浴び。あれ、でも水浴びは見に行ったから、もう次の日っていいのかな？ああ、ずぶ濡れ。そうだよね。じゃあ進めちゃおう。その後、お星様の枝だよね、これ。技どんな攻撃方法かしらって。枝と読む。そうだよね。確かに。そんじゃ、お星様の技でいいわん。いいのかよ。え？あ。嘘、そんな、変えちゃっていいの？ゲジゲージニャニャモと美女ディーケ。懺悔の時間。ああ。夜が明け、おテント様が昇る前、とある下僕が女王様に反乱を開始した。お、すげえ、ズーズーって。寝てる。ゲジゲジ女。どういうこと？え？何があったの？ああ、夢。夢じゃないか。現実？わあ。なんで分かりやしたとかってさ、そういう、あれなんだ、変な言葉遣いになってんだ。夢でしょ。まあ、夢だ。夢の続き。え？夢じゃないんじゃない？これ。てか、この音楽もあれだ。猫足乙女の印象しかないぞ。ぬぶ、ん？ぬざいくどんくさちゃんくちゃ女 DK 様のあんようなめ。ああ、現実だね。怖いじゃないとか。夢。脱臼運動で今日も元気に頑張ろうね。こきゃ。あら。もう目のツボって目にツボねえだろ。ああ。お？おって俺だよ。なんだ夢か、怖かったわーって。なんだよ。結局漏らしたんかい。今後の展開はって。シン、その後、お布団から出た後で。
おはようございます、モカ殿。本日は何をいたせばよろしいのでござろうか。ドスケベ奥さんの旦那様のお墓だ。朝ですね。ああ、そうなの、幽霊なの、パリパリ梅。星やどりの枝かしらね。確かそんな時期だったわ。で、この奥さんは何をやってるんだい。衝撃。よいしょ。ここ行っていいのかい。下僕。ほら。ああ。首を舐めると。下僕講座。こっちは、ああ、笑わうか。おはようございます。巴投げ。何のことやろ。おはよう。もじもじって。昨日ぶん投げられたからね。あ？ちょっと何？このグロテスクなもの。化け物の死体？奥さんに、奥さんって多分6ペンチだよね、やっぱり。新婚ほやほやハウス。おはようございます。ハロー。地獄を超えた悪霊の世界。何かあったの？言えないよ。考えただけで気絶するもん。そんなことよりも、ぼちぼち星宿りの日でしょ。あのお祭りにはね、星様の枝っていうのは、おぉ。あ、探しに行くの。あ、森？ほい。まゆちゃんがいるって。女の子。あおぉ、初めて見る顔だもん。君は？ドスケベ奥さんの愛の結晶。モーチャス。ああ、あの変態のことだ。ほえって。スタコラと逃げた。ほーん。はじめまして。丁寧の始まりだもん。あ、ここは一緒なのか。赤いシルクハットのおなごってあれかな？なんだっけ、名前忘れちゃったけど、あの、石鹸箱の毒だっけ、なんかあんな感じの子だよね。多分。女の子って、ディーケ連れてくのかい？ね、木製ってなってない。重りは大丈夫？ファミコン？ああ、なるほどね。FBI。言いたいことは、なんとなくわかるが、深くは触れないぞ。フランスマミーヤ、そうなの？おい、DK、これバグじゃないか。ちょっと。出口どこ？あ、クソ、やられた。DK が消えない。え、これセーブして大丈夫？タイトル戻ったら大丈夫？一旦タイトル戻るよ。消えてねえ。え、どこだっけ？出口。ちょっと。あ、出た。よーし、俺。頑張ったよ、今。あー、びっくりした。え、まだ女の子連れていけんのかな？ルームメイトだけな気がするんだけど、ニャニャも行ってみるかいい？一応。仲間は多い方がいいからね。どうもどうも。おやめ。ジーサス。
そうめん、ラーメン、ごうめん、ごうまん、ごうまん。うまい返しだったね。じゃあ、とりあえず DK と二人で森行く感じかな。プッチのところもやってみるか。あ、そっか。この二人なんか追いかけっこしてたんだっけ？それはもうちょい前か。うわ。目って、そんな目やだよ。ブリトバ。あ、やっぱ当てた。石鹸箱の毒。こんなステージやだよ。素敵じゃねえよ。そう思わないよ。何を音符マークなんだい？どこだと思う？ここ？絶対ちげえ。こんな。ここは、あれだ。森じゃない。ここ森じゃない？違う？カモフラ率マイナス43%ってどういうことこれ。お布団の処理。息を殺し身を潜め、お布団を乾かせ。ムーニーマンの最終回。172%。ドキドキドキ。お布団。お気の毒でーすって割と素直風習うぎゃーって何風習って何ですかい使えないおばばは山に捨てるのえそうなの山に捨てんのおじいちゃんのおじいちゃんのそのまたおじいちゃんの妻よきっと昔は貧しかったのねうん小鳥ちゃんのご飯になるんですよハゲた鳥ここなのかなイベントが一応起きたからさそうだ、ルームメイト。このアユの重り、一緒に持つのはどうかしら。いや、木製って書いてある。うん。確かに。おだまり。モカが喋った。さっきも喋ってるけどさ。にゃにゃもゲジゲジ。弱点ってあるの？弱点がないのか、弱点。ああ。よくある設定。弱点がないのが弱点とか。DJ ポンペちゃんって言わね、私好きだわ。おー、ロックなところ。よいしょ。お？プチスマスツリー。あ。なんだーってなってるけど。俺はね、今のね、モカのびっくりがね、後ろでなんか、いるんだよ、後ろに。わかるでしょ、みんなも。なんだーって。あ、ここから、星宿りの枝っていうのがもらえるんだ。危険な匂い。にゃにゃもゲジゲジ。ハロー DK、関節の具合はどうかしら。ボキボキやわ。それはまあできるっちゃできますけど。ああ、確かに。ほら、やっぱり。お、はい。逃げるぞーって。なんだこれ。そんなって。残像拳。説明しよう。にゃにゃも真剣。にゃにゃも残像拳とは、自身を高速で動かすではなく、上特権で数を増やす最小技。
おわ。つむ？ああ。D 家狂乱武剣。ああ、何？本気を出すの？無慈悲の殺人剣。ドカーン。おお。増えた。みんな痛みを感じる。あ。すんげえガクガクしてる。戦闘力の1。戦闘力1。あ、そんなにあんの？にゃにゃもさん。いくつあんの？これ。まあ、10万、100万。あー、わかんねえ。わかんねえっていうか、目が痛くなる。まぶた。あ、で、結局枝をもらえたんだ。で、ディケちゃんのことよろしくね。何回かサンズの川に行ってるから。はい。お、ね、ルームメイト。ディケはちょっと疲れたわ。ああ、死ぬ前に遊びましょう。ディケっぽい何かだ。戦闘不能。どこ？どこ行きゃいいんだ、とりあえず。なんか行ける場所増えてない？気のせい？あ、ここだわ。てんてんてん。この前歌ってたし、うぎゃ、盗み聞きしてたのって。ラジオも、ああ、ですよね。持ってない。喜んで。小指の関節外れてるから。ああ、投稿か。解決ポンペちゃん？え？二丁拳銃の猫が侍？で、夜に、まあ、一緒に約束をして、ラジオを見るということらしいけど、ここ行ってみようか。もう少しだけやっていく感じで。この音楽も聞き覚えがある曲じゃないのかな？結構みんな。ドスコイ衣装。ああ、でも行き止まりだ。じゃあドスコイ衣装を取りに来ただけか。じゃあ戻って。で、この後どうするかだな。とりあえずあれかな。戻っちゃっていいのかな。はここだもんな。なんかある？落ち込んでる？ロシア語で挨拶する。ゴルバチョフ。こんにちは。もう顔を真っ赤にして笑ってみる。お月様が笑ったかも。お茶会。にゃんこ仙人。抹茶の中に何が入ってんの？ああ、好き放題お茶会してて。盗聴器。アホンダーラ。座禅でもしながら、いろいろお話しして終わりにしましょう。自分で自分をじゃらす。猫足コンポをじゃらす。リケをじゃらす。
猫じゃらしかな。ふうって。結局みんなは何がしたかったのか忘れた。まあこんなイベントも回収しつつ、こっちはもうなんもないもんね。あ、あったわ。ドスコイプレゼント。あ、紅茶に着せる衣装。へえ。特定イベントで。でも俺今 DK 連れてるから紅茶じゃないよな。まあ持ってて損はない。おお、空中歩いちゃったよ。持ってて損はないと思うから。で、時間がいい感じになってきたらここまでにしようかな。とりあえず戻って終わりかな。ここは何だったっけ？あ、ここもイベントあるじゃん。確かに夜にはいるからね。頑張れ、リーケ。てんてんてん。確かに、なんで下僕に？幼稚園からかい。鉛筆借りたら、ええ。ああ、リーケならできるかも。2分弱のラジオ、なんかリーケにもできそう。おう、ディナーか。デート。おう、デート。で、石ころとデートしないでいいのね。おう、コウノトリを食べる前に。よしよしよし。これで結構イベントは見るものを見たんじゃないかなと思うんだけど。じゃあ、ここまでにしようか。多分ね、次回は、枝取ったから、お向こうのところ行けばイベント進むんじゃないかなって思ってるんだけどね。いやー、やっぱりね、久しぶりにやるといいね。音楽がいいんだよな。あとはね、この、なんて言うんだろうな。キャラクターがいいよね、みんなね。なんかね、懐かしくなってくる。本当にね、一週間おきぐらいにまとめて実況最近しちゃってるっていうね、感じになってるからさ。なんか外のトラック今うるさかったんだけどさ。ねえ、だから、もっとね、毎日実況したいんだけどね、ちょっと、今どうしてもね、ちょっと忙しい時期にね、個人的に入ってて、まあ、視聴者の方が増えてるご様子なのかな。まあ再生数はね、ちょいちょいではあるけど増えてるし、登録者数もね、増えてるんで、それだけ見る人が増えたってことでね、いろいろ意識するところも意識していかなきゃなというのも思いつつ、いやー今までね、通りの実況もね、なんだろうな、増えたから、減ったから、っていうわけではなく、なんかいつも通りのね、実況をね、ご提供できればなと思っております。というわけでね、なんか最後よくわからんことをグダグダとね、喋ったけど、ここまでにしようと思います。とりあえず、今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。